4番人気だった武豊騎式場のエコロブアルツは、最後方からレースを進め、最後は上がり最速となる 34.1 で追い込むも、ジャンタルマンタルには届かず、2着でした。エコロブアルツ強すぎはロタ。スムーズなら勝ってたな。ブラックタイドの新たな大物。動いたマーカンド。我慢した竹。竹とマーカンドの差が出たレース。あんなに分回して2着に来るのかよ。ため殺しはロタ。賞金加算できたのは大きい。やっぱり竹さんがいると競馬が盛り上がるね。有馬記念のドウデュースが楽しみになってきた。最高峰になった時は終わったと思ったがすごい追い込みだった。川田絶妙な抜け出しだった。もたもたしてたらこの馬に刺されてたよ。一番強いのはエコロブアルツ。来年につながる強い競馬でした。好スタートだったのになんで下げたんだと思ったら、束にぶつけられたのか。マーカンド君、竹さんを見習いなさい。竹さん着広い上手すぎはロタ。距離長い方が良さそうだな。ホープフルなら楽勝できた馬。2着、エコロブアルツ。武豊騎手。惜しかったね、よく走ってくれた。向こう上面で引っかかった馬にぶつけられたのがもったいなかった。途中からはリズムよく走れたし、来年につながる競馬はできました。